はい、皆さんこんにちは、渡辺裕一です。では今回は松尾梅郎現代モトクラシック、トルコの野望を続けやっていきたいと思います。前回はまずシリアを、蹂躙して、征服しました。今回その続きになるんですけども、まずはですね、ここクルジスタン、ここの石油資源を奪い取ってやろうということで、今クルジスタンに対して宣戦布告、その準備をしています。でそれが終わるのがですね、クルディスタンへの宣戦布告、完了予定日2017年の11月23日、ということなので、それまでの間はですね、陸軍の演習を行って、少しでも多く陸軍の経験値を貯めていきたいなというふうに思っています。では時間をジャカジャカ進めていきます。どうだろう、海軍空軍も訓練しとるこの際だから、まあ、ちょっとそれも考えておきたいですよね。で、あと、まあ、この先、どっち方面に行くかっていう意味で言うと、前回 EU、まあ、NATO 入りを果たしたので、まあ、EU 方面、ヨーロッパ方面への進撃はないし、ロシアとことを構えることも不可能なので、やっぱりイラン、イラク、ここを、まあ、食っていくということになるかと思うので、それぞれの国の、まあ、現在の軍事力を見ておきましょう。まずは、じゃイラクか。イラクも師団数はこの程度か、海軍戦力はゼロですね。で、イランは？イランはさすがだな。ただ軍事工場の数とか見ると、決して、相手にできないレベルの国ではなさそうですね。じゃあここいらで一旦研究等々を進めておきましょう。やっぱ支援火器は有能なんだよね、戦闘する意味では。で国家方針です。国家方針は軍事産業、とにかく今は軍事工場が一つでも欲しい。で、作られていない生産品、軽戦車だけか。どうしようかな。そうすると、陸軍の歩兵装備を増やしますか？軍事工場としては。もうちょっとね。こんなところで、いかがでしょう。補充が足りてないところを中心に入れていこうがいいのかな。更新よりもね。そう考えると、輸送系、優先して入れておいてもいいかもしれない。ですが、まあ、一旦このまま行きます。石油をやっぱり奪い取らなきゃいけないな。かの国から。アゼルバイジャンじゃない、クルシスタンから、石油を、我が物としていこう。では、空軍の、展開も少し変えていきます。差し向け直す。これで11月の開戦を待ちます。他確認しておきたいことあるかな。多岐にわたるんでね、ちょっとしっかり見ておきましょう。まずは陣営マップを見ておく。モンテネグロが NATO 入りしたというのは確認しましたよね。アメリカはまだ入っていない。いや、アメリカも NATO 入りしてるな。いや、我々も NATO 入りしたいよ。NATO 入り。何？議会の危機。当初、税制上の小さな抜け穴が国家予算に大きな影響を与えているという報道は、議会における最大の危機への変貌。今や、与野党各方面だけでなく、国の内外からも国家の威信と我が国の受け継がれてきた民主主義に対する厳しい非難と侮辱が集中している。なるほど。最高裁判所の判断に委ねるべきだ。通信委員会を設置するべきだ。我々には何もすることができない。まあ、ここはやっぱりね、
まあ、独立した裁判所に判断を委ねましょう。政治力マイナス45。持ってかれるね。まあ、政治力はただこの後ね、どんどん溜まっていくので、いいとしましょう。それよりも、我が国が、改めて、NATO に、加入しておきたい。トランプ大統領、NATO に入れてください。陣営への参加がない。うん。まあ、関係改善をしておきたいけど、いやー、全く持ってないわ。政治力45持ってかれたの痛いね。国際緊張度が50になれば NATO に入れる。ちょっとこれを待ちだな、今ね。50になるまで待ちましょう。それまでの間はアメリカの顔色を伺う。アメリカなんてクソだと言いつつ、アメリカの顔を伺うっていうね。まあ、しょうがないですね。弱小国家の生きる道を、ここに見出すしかない。で、まあ、陸軍の装備系を、どんどこリフレッシュしていきます。あと産業だね。これで製鉄所、アルミニウム機械工場。まあ、このあたりはぶっちゃけ良くて、どちらかというと欲しいのは建造速度ですね。OK だ。で、このあたりで一旦、編成を変えましょう。軽戦車を現代戦車にチェンジ。これでいいかな。で、あとは兵員養成をしていきましょう。支援火器はもう行けるとこまで行っちゃいたいからな。とにかく有能だからね。戦車部隊も入る。これで OK でしょう。で、できれば、ここに歩兵を入れたいから、師団、歩兵師団にね。また5溜まるのを待ちましょう。で、11月に対戦予定なんで、まあ、10月に入ったら演習を一旦やめて、戦力の回復に努めます。スイスの中立政策を確認ということですね。イタリア投資、歓迎しよう、民事工場一、ありがたい。では、他の国々にも媚びへつらう。まあ、タイと仲良くしたいという思いはあるものの、まあ、タイと仲良くしても得られるものは今すぐはないので、まあ、ここは、主要国。そこに、関係改善を図っていきましょう。ドイツ、フランス、イギリス、この辺りはまあ、セオリー通り、仲良くしておこう。で、軍需産業の4まで入ったので5を獲得。これで生産のラインもだいぶマシになったんじゃないかな。となれば現代戦車サーブラに入る。海軍戦力、これも充実させていきたいんですが、まあ、今はやっぱり陸軍最優先。で、クルギスタンを取った場合の軍事工場の数は1か1ですか。しょうがないですね。ヨルダンは2。イラクでも2だもんな。まあ、イラクまでは一気に行っちゃってもいいかもしれないですね。まあどうしても必要になってくる年月というものはあるんですけど、まあ、それにしたって、まあ、
どんどん勢力を広げていくというのは、まあ、やっていかなきゃいけないことなので、いずれ。で、今足りていないもの、補充が追いついていないものから。いや、補充追いついてないの多いな。で、ゴムが足りない。ゴムはもうタイですよ。ゴムといえばタイ。おっと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 、見過ごしてる間に演習を終えて配備を進めていかないといけない時期になっている。クルディスタン、石油をよこせと言いに行きましょう。スタンを取ってもあまり美味しさはないけど、まあ、イラクとの国境を接する部分を増やすという意味で入れておきましょう。でヨルダン、イラクですね。続いての標的、まあ、ヨルダン、イラクも戦力を見る限り、同等でもなるのかなという感じはするので、一気にね踏み潰していきましょう。これで軍の展開完了です。で、合わせてヨルダンに対して宣戦布告ができるようにいい準備だけ進めていきます。現代戦車がテクノロジーアップグレード完了。そしたらどうする？先にレッドゲットサイトを新しいの入れちゃうか。とにかく今、陸軍をね、優先せざるを得ないという諸事情がある。よし。では、ここで。クルディスタンに先制布告仕掛けていきます。石油をよこせと入っていきましょう。で、これと同時にヨルダンに対して先制布告、その準備に入ります。285日、ここも1年かかるのか。結構年月やっぱりかかりますね。一個一個先制布告の準備を整えていくというその行為だけでも。現代戦車もサブラにアップグレードします。クルディスタンはね、なんてことなく、あっけなく取れるんじゃないかなとは思いますので、クルディスタンを取った後、ヨルダン、イラク、そして、イランを倒せるかどうかっていうのが、このトルコが輝けるかどうかの一つのね、ターニングポイント、キーになりそうな感じはします。このまま順調に進んでくれればいいんですが、兵員改正で歩兵と歩兵入れちゃいましょう。で、一気に踏み潰す。軍が集中しすぎてて補給マップ的にきついのかな。クルジスタン粘るな。ちょっと軍の動向を確認する。一旦軍を離しましょう。で、軍需工場終わったので、そしたら資源とか、どうする。製鉄とかいらないからな、まあ、インフラ、民間産業、この辺り注力していきましょうか。で、補充で一番追いついていないものから補充を加えていきます。
でだ。残った軍は、ちょっと待ってね。そうだね。一気にクルジスタンを取ろう。いや、クルジスタンでこんだけ手こずってると、先行きの不安しかちょっと感じないけど、まあ、ここは、まあ、こらえていきましょうか。で、歩兵装備いきまーす。この辺りから防御系もちょっとずつ入れていきましょうか。あとは、そうだな、まあ、海兵隊とかはいらないので。すぐ使えるものから入れていきましょう。よし、クルディスタン。クルディスタンもすべて、我が配下へとなってもらおう。OK だ。これでクルジスタンも取りました。石油が潤沢になったんじゃないかなというふうには思いますね。では、装備品をアップデートしていきます。あと何がアップデートできる？改良型野戦砲だね。3になるのかな？野戦砲が。対空装備とかもちょっとそろそろ考えたいよね。アルミがない。アルミもタイから輸入したい。タイがない。そしたら、まあ、仲良し小良し。アメリカから輸入しよう。で、民間産業終わりのインフラに進める。まあ、軍事産業終わっちゃったらもうあとは、粛々と残りのプランを進めていきましょう。ヨルダン方面に軍、再展開していきます。ヨルダンへの軍事行動は明らかですね。これでこいつらがヨルダンに行くぞという。ヨルダンを取ってしまって、ヨルダンを取ったらイラク。ちなみに今イラクに対して宣戦布告をしようとするとどんくらいかかる？バグダッド。405だもんな。一旦待った方がいいね。ヨルダンの攻略が、できるようになるのがいつかというと、2018年の、9月5日。あと4ヶ月あるんだね。4ヶ月か。それなりにあるな。となると、ちょっとここもまた見直しをかけましょうか。どうしてもね、ここは時間がかかっていく。世界大戦とかに発展してればね、もう芋づる式に、いろんなところで戦端が開かれるということになるんですけど、まあ今そういう状況ではもちろんないんで、時間をかけてですね、少しずつ領土を増やしていく。まあそういう動きです。ここに、じゃあ、支援砲兵を入れますか？支援砲兵を入れて、本当は20に揃えたいんで、20に揃えたいんですが、ちょっと20にするには、足りないよな。うん。20に揃えたいけど、まぁ、ちょっとそれはもう少し先になりそうだね。では研究の枠をまた使っていきます。まあ一個はもう産業系を切り詰めていきましょう。突き詰めていきましょう。切り詰めちゃダメだ。で、軍をちょっとじゃあ展開していきましょうかね。ヨルダンを一瞬にして
衝動化する。ちょっと軍が固まりすぎてて補給が微妙だと思うので散らしましょう。陸軍はそれなりに追いついてきた感じがするかな。ね。で、ちょっと気づいた時には忘れずに、関係改善をひたすらに行っていく。いやー、でもあれだね。国際緊張度は下がる一方だね。ヨルダンに対して戦線布告できる状態になりましたね。じゃあヨルダンに対して、その領土をよこせと。まあ、アメリカが軍事通行権を持っている、その、アメリカに対して、このヨルダンを攻撃するというのは、唾をかけるようなものだと思うんですけども、ここはね、宣戦布告していきましょう。ちなみに、しれっとアメリカに対して、軍港を立ち寄れるように、お願いは今しました。承諾されたね。しかもそれが今。さあどうなるかな。思いのほか硬そうな感じがする。お、義勇兵イギリスから送ってくれる。ありがたい。あとはオーストラリア。あー、まあ今せっかくね多少余ってはいるんで。政治力がね、もちろん使い道はいくらでもあるんですが、オーストラリアにも入れておく。で、もうヨルダンが、ちょっと待って、ヨルダンが、うお、ヨルダン強え。うわ、うつつ抜かしてるところではなかったぞ、これは。やってくれる。マジか。ヨルダンにそんな力ある？急行しないといけなくなったな。くっそー、余裕かましてるところではなかったな。急いで軍を返します。まあ、十分に巻き返せるとは思うので、軍事力の差は明らかなのでね。いつの間にかちょっとした穴があるとこういうことになるからね。もうやめてあげてって感じがするけど、こういうの。調子乗ってるとこういうことすぐ起きるからな。で、インフラが終わりましたね。いや、ほんとドキッとしちゃったね、今。そんなにだってさ、ヨルダンなんて軍持ってなかったもんね、さっき見た感じ。それでこんなことになるって、ほんとに、ちょっと穴があると、良くないね。ここはただヨルダン軍を壊滅させる。読んで地のごとく。一瞬でも冷や汗かきましたからね。危ない。あのままなんか外交をのんびり続けてたら本当に気づいたらアレッポを失ってとかってことになってたかもしれないですからね。さあ順調に巻き返しを行いました。これでもイギリスの義勇兵が来てから頑張り出したみたいなね、そういう感じになるのはちょっと微妙ですけど。ではアンマンの攻略が始まりました。アンマン戦ですね。よし、まあ、これでもうヨルダンは終わったかな。
OK だ、すべての種を発情させてもらう。というわけでちょっとヒヤッとはしましたが、ヨルダンも取ったので続いてイラク、ここに宣戦布告をしていく。こんだけやりたい放題やっててどこの国も何も言ってこない、ことなかれ主義ですね。はい、というわけでじゃあ今回はね、アゼルバイジャンじゃないや、タジキスタンじゃない、クルディスタンとヨルダンを攻略しましたので、次回はイラク、そして、イランとの戦争を見据えた動きをしていきたいと思います。今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。